オーストラリアの警察による社内の捜索捜索とは、所在の不明な人、または、物の発見を目的とした活動を言う。法律用語としては、犯罪捜査や税の滞納処分などの際に、権限を有する公務員によって行われるものを指す。この意味で行われる捜索は、俗に合彩入れの佐賀を逆にしたものとも呼ばれる。刑事訴訟法上の捜索とは、 被告人の体、物または住居その他の場所につき、人や物を発見するために行われる、強制処分である。日本国憲法第35条により、逮捕に伴う捜索を除いては、権限を有する司法関係が発する令状なしに、その住居、書類及び所持品について、これをなされない権利を何人も有すると規定されており、その具体的な手続きや方法などについては、 刑事訴訟法や刑事訴訟規則、犯罪捜査規範などの法令で規定されている。捜索には、刑訴法第一編第九章に規定する裁判所が行うものと同法第二編第一章に規定する捜査の一環として行われるものがあるが、実際にはほとんどが後者の手続きにより行われる。以下では後者の捜索について記述する。捜索は、 原則として検察官、検察事務官、または司法警察職員の請求により裁判官が発する令状により行われる。このうち警察官である司法警察職員については原則として国家公安委員会、または都道府県公安委員会が指定した警部以上の階級にある警察官が令状の請求を行うとされている。令状には 被疑者等の氏名、罪名、捜索すべき場所、身体、物等、警訴法、第219条に規定する事項を記載し、裁判官の記名応印がなされなければならない。令状の請求にあたっては、その必要性を署名する資料を添付しなければならない。捜索の対象は令状により特定されていなければ、ならず、複数の場所などを一通の令状で捜索することは、 できないと返されている。ただし、法律上別個の処分である捜索と差し押さえの令状を一通とすることは違法ではないとされており、実務上も捜索差し押さえ許可状という書式が多用される。被疑者の逮捕に際して必要な場合、令状なしで住居等において被疑者を捜索し、または逮捕の現場について捜索を行うことができる。ここで言う。 逮捕の現場とは、判例、通説によれば、逮捕行為に時間的、場所的に接着していることを要するとされている。逮捕に伴う捜索に令状を要しないことは、すでに逮捕という法益侵害が許されている以上、被疑者の権利を侵害する度合いが少ないことと、証拠収集に必要性、緊急性が認められること、また、証拠存在の改善性が高いことが理由とされる。 刑訴法222条第1項では、捜索の執行にあたり、同法99条以下の裁判所が行う捜索についての規定を順用している。令状に基づいて捜索する際は、処分を受ける者、または、立ち会人に対して、これを提示しなければならない。また、住居士等のその場の管理者、責任者等に立ち会わせなければならず、これができない場合は隣人、または、 地方公共団体の職員を立ち合わせなければならない。必要な場合は、被疑者を立ち会わせることができる。ただし、犯人を逮捕するための捜索で緊急を要する場合は、立ち会い人を要しない。捜索にあたっては、上夜風を開き、その場の出入りを禁止し、その禁止に従わないものを退去させるなど必要な処分をすることができる。ただし、 必要以上に器物を損壊し、書類を乱さないよう注意しなければならず、現状回復に努めなければならない。夜間の捜索は、令状に特に記載がない場合はすることができない。これは、詩人の夜間における平穏を保護するためと解されている。ただし、旅館等夜間も公衆が出入りする場所や、鳥羽など風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所については、 前述の記載なしに夜間の捜索ができる。また、日没前に着手した捜索は、日没後も継続できる。捜索の際は、秘密を守り、処分を受ける者の名誉を害しないよう注意するとともに、必要以上に関係者に迷惑をかけないよう注意しなければならない。令状による捜索は、令状の提示が、捜索開始の要件であるが、証拠隠滅の防止等、 やむを得ない場合は実施着手後にこれを示すことも準備行為として適法とされている。行政手続きにおいても捜索が行われる場合があるが特に犯罪捜査と密接な関連を有する行政手続きを行う場合については裁判所の許可上によって捜索、差し押さえ等が認められている場合がある。具体的な根拠条文として以下のものがある。 国税徴収法142から147条では国税の滞納処分を行うため財産調査の一環として徴収職員による捜索の権限を認めている徴収法第142条では滞納処分のため必要があるときは滞納者のものまたは住居その他の場所につき捜索することができると規定しているこの処分は 国税徴収上の自力執行権の一環として認められているものなので令状は必要なく徴収職員が滞納処分上必要と認めればいつでも行うことができると解されている。ただし徴収法上の捜索は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。旨が徴収法第147条第2項に規定されている。徴収職員は 捜索に当たり身文書を携帯し、関係者の請求があった時はこれを提示しなければならない。ただし、捜索開始前などに自発的に提示する義務は必ずしもないと解されている。捜索する場所については、滞納者自身の住居、事務所等のほか、滞納者の財産を所持する第三者、または滞納者の財産を所持すると認められる。 親族等の関係者がこれを引き渡さないときに限り、第三者の住居その他の場所を捜索することができる。聴衆職員は、滞納者等に都や金庫等を開かせ、または自ら開くために必要な処分をすることができる。また、捜索のために必要な場合、滞納者等や、その同居の親族、代理人以外がその場に出入りするのを禁止することができる捜索は、 旅館等夜間に公衆が出入りする場所でやむを得ない場合のほかは夜間に行うことはできない。ただし、日没前に着手した捜索は日没後も継続することができる。捜索にあたっては、滞納者等、その親族、その従業員等で相当の脇前のあるものを立ち合わせなければならない。これらのものが不在であるか、立ち合いに応じない場合は、成人者二人以上。 市町村の職員、警察官のいずれかを立ち合わせなければならない。ここで言う、相当のわきまえのあるものとは、例えば会社法10条に言う、支配人や14条に言う、ある種類または特定の事項の委任を受けた、使用人と解されている。徴収職員は、捜索の結果差し押さえ可能な財産を発見した、場合は、徴収法47条以下の規定に従いそれらを、 差し押さえることができる。徴収職員は、捜索の結果財産の差し押さえを行わなかった場合には、捜索調書を、差し押さえを行った場合は、捜索調書に変えて徴収法54条に規定する差し押さえ調書をそれぞれ作成し、滞納者等や立会人にその当本を交付しなければならない。なお、地方税法では、都道府県市町村の徴税理員が、 各種地方税の滞納処分について、徴収法の例により行うことを認めているので、徴税理員も地方税の滞納処分のために、前日の捜索を行うことができる。この場合、上日の説明について、国税イコール地方税、徴収職員イコール徴税理員などと読み替えることになる。ありがとうございます。